おい姉ちゃん、え、若、いや荒川雅人さんは本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。すいませんでした若、白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。今日が何の日か忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですね。時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。大丈夫ですか、若。大丈夫だ。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。なんすか？それ。海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ？一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっと、なんでそんなもん持ってんすか？今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？俺無理っすよ。やめましょうよ若、こんなの危険ですって。育児のねえやつだな。若、
行くぞ。若